釜石市立釜石東中学校は岩手県釜石市にある市立の中学校である通称東中2011年3月11日に発生した東日本大震災の津波によって4階建て校舎が全て水没する被害を受けた欠席していた生徒1人が死亡し保護者を失った生徒が数多く発生したものの学校にいた生徒は 地震発生直後に約1.5キロ離れた峠まで走って逃げ、隣の釜石市立住居小学校の児童ともども全員無事で釜石の奇跡とも称される。これは古くから津波に苦しめられてきた三陸海岸沿岸地域の言い伝えである津波天然湖に基づいた防災教育が走行したとされている。釜石東中学校の場合、 平均して週1時間を防災教育に当て、年3回避難訓練を行っており、2009年、2010年には、兵庫県、毎日新聞社、公益財団法人兵庫震災記念21世紀、研究機構主催の防災講師園の優秀賞を受賞していた。その後、釜石中学校で教室を曲がりして1年間授業を行った後、約3キロメートル内陸にあり、 仮設住宅にも近い奇襲造林釜石工場の跡地に建設された仮校舎にて授業を行っている。本校舎の建設にあたっては、奇襲造林跡地とうの住まい町中心部の間で検討が行われたが、最終的に宇宙居町中心部に建設されることが決定した。ありがとうございます。